みなさん、おはようございます。センキャンです。のりこです。ゆうとです。みなさん、今日は新年の2日ですね。新年明けましておめでとう。みなさん、いつもありがとうございます。今日はね、私、今から家出て、イビスキ、皆さん、イビスキの温泉の行くです。家族4人で行く。はい、エリちゃん、言ってみて。今日は冬休みで、イビスキの、砂温泉の、砂温泉行って、温泉で温めたいと思います。行きたいですね。行きたいもん。はい、お兄ちゃん、どんな行きたいの？温泉だから気持ちよく終わりたいです。はい、皆さん、今から船おねしめの乗るイビスキまで1時間です。そしたらイビスキで温泉でするら今日帰るです。止まれないです。皆さんに見せたいで、とっても、私2年も行ってないかったです。コロナあったら行ってない。今年の初めて年で温泉の入りたいです。皆さんに見せたいです。はい、今から行きます。船乗ります。今船乗ります。行け。
お疲れ様です。皆さん今日は、2日す、日曜日、1月。そしたらね、皆さん今日は私、家族4人で、指宿に砂温泉の行った。朝かね、朝、9時に船に乗って、そしたらね、日に鹿屋帰って、日。1時はね、船あっち乗って、こっち鹿屋まで日。早かったですね。本当は大森は遠いけど、船乗ったら近く。そしたら買い物、ちょっと、エリちゃん今日は砂温泉の皆さんに教えて。はい、今日は冬休みで砂温泉に行って気持ちよかったです。それで、ちょっと待って、お兄ちゃん言うから、はい。僕は砂温泉に行って気持ちどうな？僕は砂温泉で、エリコとパパは早く上がって、僕とママは遅くに上がりました。暖かいですね。砂に暖かい思い、砂に思い、とっても気持ちです。温泉の、一年の。去年は行ってないかった、コロナ。前は私の初めてのお母さんの、お母さんは2回の日本の来て、お母さんも連れてて、また皆さんに写真見せたいです。お母さんのいた時。はい、今日はね、帰ったらどうですか？皆さんに教えて。帰ったら、リスミタに行って、くじがあったので、それを2回引きました。それで、これが、引いて赤のやつが出て、それで、なんか選べるようになってて、これを選びました。エリはね、これと、これあたり、そしたら、お兄ちゃんは、とってもあったり、はい、気持ち言うな、言うな、言って。僕はなんか、くじを引いて金が当たって、それで、なんか、このバイクが当たりました。皆さん、バイク、言った。何回だと思いました。そしたら、あとは、あと何？あとは、青の玉が出て、こんなのが当たりました。当たりました、みんな当たり。釣りはね、皆さん、今年、私初めて、楽しい、嬉しい皆さんに見せたいです。これ、私、道路、安いのドローン、私の今度自分で勉強で畑にね、ドローン皆さんに見せたいできたら、明日ドローンの畑の、明日まだ仕事お休みです。見てドローン、畑に、どうにドローンできるかな、楽しみ、もしかできないかもしれない。はい、皆さん今日はお正月で、以上です。いっぱい温泉で、買い物でみんな子供もたくさんあったりです。はい、最後まで言う。気持ち最後は最後の気持ちはでかいけど、車にちょっとはまって嬉しかったけど、入んなかったらなんかしょうがないなと思った。はい、皆さん今日は以上です。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバイ、ありがとう、バイバイ、また明日、今日はありがとうございます、バイバイ。